こんにちは、あゆたびチャンネルです。今回、妹から誘われて5歳の姪っ子と鬼怒川温泉へ一泊してきました。メンバーは妹家族、私の両親と夫、そして私の7人の3世代旅行です。ホテルは妹が手配してくれた大江戸温泉物語のホテル鬼怒川御苑に宿泊。食べきれないほどの種類の夕食バイキングや、朝からてんこ盛り海鮮のけ丼が人気の朝食バイキングの様子、そしてちょこっと観光の様子などもお届けしたいと思います。鬼怒川温泉って廃墟のイメージがありますが、こちらのメイン通りは意外に栄えていて綺麗で、ちょっと驚きました。大江戸温泉物語鬼怒川御苑に到着しました。私たちは今回と初めて泊まるホテルです。日曜日の宿泊だったので、土曜日よりは空いてるのかなと思ったのですが、チェックイン1時間前の2時ぐらいに到着したのに、もうこんなにすごい人がチェックインしようとしていてびっくりしました。混雑緩和のためか、チェックインの受付自体は2時から開始になっているようです。浴衣はサイズ、柄などこちらから好きなものをピックアップしてお部屋に持っていきます。アメニティもここにありました。といってもここには歯ブラシしかなかったです。あと2分ぐらいで2時になるところだったので、ここで並んでいたら、後ろを見たらすでにすごい行列ができていてびっくりしました。食事は3部制でした。夕飯は5時からの会だとアルコールのフリードリンクチケットがもらえました。といっても我が家はお酒を飲まないので全然アルコール飲みませんでしたが、チェックイン手続きは済みましたが、いずれにしても3時までお部屋には入れないということだったので、お散歩に行くことにしました。ちなみにこれはロビーからの景色です。下に鬼怒川が見えます。11月の10日を過ぎていましたが、紅葉はあまりしていませんでした。すげえ、あったかそう。ビュッフェだから腹減らないそんな感じだもんね。鬼怒川温泉駅近くの散策とコーヒータイムを楽しんだので、そろそろホテルに戻りたいと思います。金谷ホテルベーカリーのパンを買って帰ろうと思っていたのに、忘れていたことにこの動画を見て気づきました。あ、そう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 。8階。そういうのあるか？
れだよね、斜面に立ってる感じだよね、うん、あ、8階押して今間違って5階が押されてる、8階、うん、押しておる、そうそうそう、押してる、押してない、押してないよね、誰か飲むんじゃない、上で飲むんじゃない、それはね、とりあえず、うん、どうから離れてくる、何でしょ、いやー、あ、いきなり寝室、はい、うん、綺麗、シャワーだけです、シャワーブースのみ、あ、よいしょ、アメニティとかどこにあんない、あ、広い、広い、いいよ、入ってお、綺麗にリニューアルルームです、ノザルに注意、よし、硬い、わかんない、川が見えるのかと思いきや見えない、あ、もう並んでるじゃん、席自由って書いてあったの、うん、だからみんな並んでるの、
もうそんなにやるもんがないから行っちゃったんじゃん。あ、セブンティーンアイスとか。ね、プリングルスの自販機。ここは何だ。月光の2階。恥ずかしい風です。わざと無視してて。何それ、みーちゃん。何それ。たまごっち？もしかして。何？何して？ちっちゃいゲーム。それ買ったの？うん。すごいじゃん。何で当たったの？ガチャ。ガチャやったの？すごいね。でっかいガチャになった。あそこにあるやつ？うん。すごい。すごいじゃん。勉強どこ行くの？遊園地行くって言ってた。
猿が出てきそうだよ。猿？猿に注意してくれた。マジで。おー、揺れる。うわ、揺れる揺れる。いやー、気持ち悪い。うわ、揺れるよ。結構揺れるな。うん。あ、お母さんダメじゃん、もう。お母さんもダメじゃん、うん、帰りな、うん、うわー無理だよ。私ももうこの辺限界。もうなんか足がクラクラする。俺部屋の電気消してきたから、あの辺の角で3つ目くらい。あ、怖い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 。よっちゃん。いや、いいですね。揺れますね。落とすなよ、携帯。よっちゃん。すごい揺れるね。降りれます。ダメお父さん突き沿わされてダメ、うん、何取ってあげるよ。でも鬼殺隊じゃないの、鬼殺隊じゃないの、あなた鬼殺隊でしょ、うん、鬼来ないやつ、鬼今日はカメラマンだ。あの、YouTube 出てもらっていいですか。あの、西部に行ったってこういうの平気で乗ってた。昔はね、ステーブンな、うん、昔は平気で、今は無理。ジェットコースターぐらいだったら平気だけど。
ちゃん大丈夫かな。まだいる。あ、手振ってる。まだ余裕だね。余裕だね。取り忘れてました。